手羽ちゃん。なんかすごく1ヶ月半ぐらいかな、何もしない時期があったんですけど、なんか私には半年ぐらいに感じました。でもやっと明日からまたアイドルになれるということで、精一杯キラキラなアイドルになれるように頑張りたいと思います。新体制頑張るぞ。静香はいっぱい寝ましたか？あ、昨日？今日今日はあんまり寝てないですね。あら、いっぱい食べていっぱい寝るのよ。はいは？はい。はいの教養やばい。はいは。早かったですね。もうついに明日ってことで、早すぎて心配ですけど、頑張ります。あ、今日は、今日はちょっと朝早かったんですよ。もう多分3時ぐらいに寝て、今日8時半に寝てから、5時間半しか寝れませんでした。今日何時間寝る？今日は、7.7 時間。7.7 時間。ママだから。寝まーす。みんなバイバーイ。ずっと早くライブしたいなぁ。もうみんなに手伏せを見せたいなぁと思っていたので、やっとお披露目ができることが嬉しくて、もうすごく気合い十分です。バッチリ。で、名古屋に今日着いたら、なんか、さらに、あ、これからまた、まあ、新しいというか、パワーアップした手羽線を見せれる、そんな日がもう、すぐそこに来たんだなという実感が湧いて、とっても今ワクワクしています。ちなみに、今日の夜はたくさん寝ると思うんですけど、寝る前に何食べます？三好ゆきちゃんは食べます。いっぱい食べてください。なんか日を追うごとにどんどんめちゃくちゃ、あ、もうあと1週間なんだとか、だんだん実感湧いてきて、もうついに明日なんですけど、皆さんを新体制も精一杯楽しませられるように頑張りたいなと思います。気合い入れて明日はヤバトンの味噌カツを食べたいと思います。ちなみに今日何時間寝ましたか？今日はあ、でも4時間半とか。短いですね。短いです。そうですね。ありがとうございます。たくさん寝ます。めちゃくちゃ緊張してて、なんかあっという間すぎて、レッスンするたびになんかすごい楽しみと不安と入り混じってる感じなんですけど、いっぱい楽しんで頑張りたいと思います。ちなみに今日の夜コナン君は見ますか？今日の夜は見ません。ちなみに、はい、コナン君と源太君だったらどっちが好きですか？コナン君です。明日頑張りましょう。はい、頑張ります。デバちゃん、先生ションリハーサルを終わらさせていただきます。本番もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ゆうたちゃんめっちゃ汗だくです。ライブ一本した後から。やばい。てばちゃん、毎回あんまり私緊張しないんですけど、なんかまあでもワンマン前とかだとこう焦ってるメンバーとか見て、あ、大丈夫かなみたいなのがあるんですけど、まあそれこそ今回頼もしいね、肝が据わってる新メンバーが加入してくれたのもあって、なんかすごい私的な個人だけだと本当にいい意味で余裕があるっていうか、なんか不安だなってよりかはやっぱ1ヶ月半ぶりぐらいにステージに立つし、なんか余裕もあってすごく楽しみだなっていう、みんなの顔見れるのもそうだし、もうなんかずっとライブしたくて、なんか YouTube でなんか自分のライブ映像とか見るぐらいには本当にステージに立ちたかったし、手羽先の曲歌いたかったので、やっと手羽先センセーション新章として
やらせてもらうということで、まあいろいろ環境が変わったりだとか、それこそ新メンバーのゆずかちゃんが加わったことによってかなりねいろいろ変わる部分もあるかと思うんですけど、手羽先センセーションらしさは変えずに、スタンスはぶれずに、なんか私も精一杯新しい手羽先センセーションももっともっとみんなと一緒にね、手羽先センセーションというものを引っ張っていきたいなって思っているので、ぜひぜひ今後も応援してほしいですし、頑張りたいと思います。えいえいおー、めっちゃ緊張します。なんか自分、私たちも久しぶりのライブじゃないですか。だからめっちゃ緊張するなっていうのと、ゆずかちゃん見てて、なんか一人でめっちゃ練習さっき本番前してたんですけど、それを見てて、なんか私も新メンバーで入ったから、なんか思い出しました、その時の感じ。なんかどうしようみたいな、なんかファンの人にどう思われるかなとか、どうしようって思いながら、なんかその新メンバーお披露目の時やったのをゆずかちゃん見てて思い出しました。めっちゃパワフルでね、フレッシュだからね、新メンバーだから負けないようにフレッシュに頑張ります。もう緊張しすぎて昨日も眠れなくて今日朝からめっちゃお腹痛いんですけどでも今までいっぱい練習してきたものを出せるように頑張ります大好きな皆さんに入ることができてとっても嬉しくて、なんか大好きな楽曲とか熱いパフォーマンスを私もメンバーとしてたくさんの方に届けていけるようにこれから頑張ります。よろしくお願いします。なんかすごくワクワクしてる気持ちが何より大きくて、これからね、手羽先なんかもっと大きくなっていきたいなっていう気持ちを多分みんな持ってて、もうすごく前向きな気持ちで今日の日を迎えられてるので頑張れそうです会場に来てくれてる皆様は新しい手羽先にすごく期待をして来てくれてるんだなっていうのをもう実感してるので、その期待に全力で応えられるように今できる最大限を頑張って出したいと思います。約2ヶ月間新体制まで準備してきたんですけど、やっとこの新体制、私たちこの5人の体制をお見せできるっていうことで、すっごい今はワクワクが勝ってますね。なんか今までずっとお披露目、毎回毎回お披露目、その自分たちの一番最初の1月23日の時もそうだったし、奈々ちゃんが加入してくれた時のお披露目もそうだったけど、すっごい緊張して余裕なかったんですけど、今回はなんかちょっともうね、ゆずかちゃんも入ってきて、もうより一番上の先輩に一応なるので、ちょっとなんかね、大人にならないと思って、そうなんか余裕を持った感じを出してました、出してますこの5人でお届けできるライブ、今日が初めてなので、精一杯皆さんに熱いライブを、今まで以上に熱いライブをお届けできるように精一杯頑張ります。最後まで見てねーって何最後まで一緒に楽しもうねー、これからも楽しもうねー手羽ちゃん、カニコマ、何どんなふうに聞いたのカニコマがなんかコメニューの上に乗ってるやつ、この瞬間に目の前にいるお座りを持った、もう一緒に触れてたカニコマすぐに触れてカニコマちゃん、手羽先センセーション頑張っていきます。シャーショーだけめっちゃでかいシャー頑張ろうな、頑張ろう、頑張ろう、ギュッギュッギュだよ、めっちゃ緊張するだよ、私ギュッギュだよ、ギュッギュだよ、めっちゃだいぶつけたよ始まりました新春楽しい大きなライブ、最後まで楽しんでいきましょう。
Oh, yeah.
リハの方がうまく歌えてました。やっぱライブってさ盛り上がるじゃないですか。だから気持ちもなんか盛り上がるじゃん。いや自分のねもう盛り上がっちゃうから感情込めすぎちゃってうまく歌えなかったんです。それがちょっと反省してるですけど、なんかゆずかちゃん声結構力強くてダンスも力強いからなんか新メンバーでゆずかちゃん入ってくれてなんかまた違うさあ違うなんか手羽先センセーションをなんか見せられるんじゃないかなって今日のライブを通して思ったので、あのこれから今日が始まりなのでこれから頑張りたいなって思える、頑張りたいっていうかなんかいい方向に持っていけるようにしたいなって思えるライブでした。新体制始まって新メンバーも加わってだけど、よそ見しないで私を見ててください。私変しないでください。これから頑張ります。この新しい5人でみんな応援してね。もうでもライブすごい緊張してたからなんか今は終わってちょっとほっとしてるんですけど、なんか私色が変わったのもあってなんか受け入れてもらえるかの心配がすごくまあ大きかったので、なんか最初やっぱりみんななんか分かんなかったのかな。そうだからなんか青と赤が混ざった感じだったんだけど、なんかだんだんねそう自己紹介とかした後からみんながなんか赤に光らせてくれて、なんかすごく心配してたけどなんか受け入れてくれたというか光らせてくれたみんながいたおかげでなんかすごくなんかしっかりしなきゃっていう気持ちになれた、そんななんか決意の瞬間になったかなと思います。赤色担当になりました。これからもっともっと熱く手羽線を引っ張っていけるような存在になれるように一生懸命エレナチも頑張るのでしっかりみんなついてきてくれればと思います。手羽線もっと大きくなれるようにみんなからのパワーをいただきながらいっぱい輝いていきます。いやもう本当に最初から最後までずっと楽しくて、なんか本当あんなに曲数やったかなっていう感じであっという間に終わっちゃったんですけど、すごいなんか最初始まるまではその皆さんの反応とかなんかいやどうしよう2ヶ月間空いたからその人がすっからかんでいなくなっちゃったらどうしようって思ってたら、もう温かい歓声で向かっていただいて、すごいこの体制もすごいたくさん
すごい今日で少しでも好きになってもらえたんじゃないかなって思うくらいの皆さんの反応が温かかったので、すごいなんかそれに心がほこりしました。新体制も精一杯この5人で力を合わせて頑張っていくので、本当に私たちのスピードに、ゆずかちゃん本当に成長スピードが超速くて、もう本当にすごいので、私たちも既存メンバーも負けないようについていくし、皆さんも負けないように一緒についてきてください。一緒にこれからも楽しく駆け抜けましょう。めちゃくちゃ緊張してて、最初出た時はもう手震えてやばかったんですけど、でもどんどんなんか緊張もほぐれてきて、メンバーのみんなと顔を合わせてなんかすごい笑いかけてくれたり、ファンの方、ドラセンのファンの方がすごいライブ楽しんでるのを見て、私もすごい楽しい気持ちになって、なんか最後はすごい楽しんで終わることができました。これからもっともっと頑張っていきます。新メンバーとして今日からテマセンに加入させていただいて、本当に大好きな素敵な楽曲たくさんあるので、私もメンバーとしてたくさんの方にどんどん届けていけるように精一杯日々精進して頑張ります。応援よろしくお願いします。楽しかった。なんかなんだろうな、こうやっぱ新しい、ね、人間ってみたいな、人間語る人になるんですけど、今から、まあ、人ってね、やっぱ環境が変わったりするとちょっと不安になったりとか、いろいろ気持ち大丈夫かなみたいななると思うし、それってすごいやっぱファンの人からしたら、自分の通ってるグループだったり自分の好きなグループがこう変わっていくっていうことに対して受け入れつつも、どこかで不安があるだと思うので、なんか私自身もそういう不安なく今後も応援したいって思ってもらえるようななんかライブにできたらいいなっていう気持ちが強かったので、なんかちょっとずつでも受け入れてほしいなっていうのが今の気持ちだし、なんかでも思ってたよりもすごいみんな受け入れて楽しんでくれてたのが伝わったので、なんかもっともっとこう今の体制が浸透していけばいいなって思ってます。いっぱい頑張りたい。なんかなんだろうね、やっぱこう手羽先センセーションっていう自覚も持ちながら、こう手羽先センセーションらしさを忘れずにこれからも活動していければいいなっていうのが第一なので、ぜひぜひ皆さんなんか不安がらずに、好きだな、手羽先が好きだなっていう気持ちだけでこれからも応援していただけたらなと思っております。新体制もよろしくお願いします。